北林東馬、吉子夫妻、北林東馬は、日本の小説家。本名は、清水金作。愛称は、東馬。薬学博士の清水藤太郎は、義理の兄にあたる。神奈川県横浜市中区場社道の大棚、平安堂薬局の次男として生まれる。最終学歴は、上智大学読文化中隊である。戦前から昭和30年代初頭にかけて活躍した。 流行作家で居住地である横浜を舞台にした作品を多数執筆。浜を代表するモダンボーイと言われた。旧正中学時代、馬車道にある聖火から中区石川町五丁目に今日を移し、勉強部屋で文学活動を開始。1925年から29年まで、清水光介の名で同人誌などに作品を発表する。デビュー作は、 横浜貿易新報に連載したペルシャ猫コ。挿絵は戦前の文芸誌、新青年のレギュラー執筆者で遊び、仲間の中村慎二郎だった。1930年、中央公論が企画した文芸アンデパンダン展において、町の国際娘が第一席に選ばれたことを機に、新たなペンネーム、北林東馬を名乗る。以後、新青年などに作品を発表し、 名声を得た。昭和初期の都市風俗小説や犯罪小説、ミステリー小説を得意とし、いくつかの作品が映画化されている。幼馴染で2歳年上の劇作家、鈴木義子と1934年に結婚。売借人は、岡本紀道。1942年、陸軍報道班員として徴用され、豊田三郎、高見淳、清水幾太郎、山本和夫、 小田武雄、を、坂木山淳らと共に、ビルマに赴任。同年6月から、軍事放送局、全ビルマ放送局の立ち上げに参加した。石川町の自宅は、父親が、ポルトガル人のだ、ローザという人物から譲り受けたもので、戦時中も疎開せずに泊まり続けたが、1945年の横浜大空襲により消失。立派な洋館からバラックになっても終わりの住みかとして、 離れることはなかった。終戦後は、横浜映画株式会社の取締役として、本目にあった、米軍基地内の映画館ビルチカリングシアターの運営に、携わる。また、吉子夫人ともども GHQ の株組織である、終戦連絡横浜事務局にも勤務した。その後、NHK ラジオのトンチ教室のレギュラー出演者となり、全国的な人気を博した。 横浜ペンクラブ会長を務めていたのも戦後のことである。晩年は2度にわたる脳一血のため、10年にわたり病床に付していた。ありがとうございます。